どうも、ひいちゃんです。今日はね、シューズ買いました。貧乏、ドケチ、なんで、今履いてるのこれなんですけど、シディ、今履いてて、これも底がね、こんな感じで、まあ、この辺はね、アップヒールつけてて、アップヒールめちゃめちゃいいんで気に入っててずっと CD 使ってたんですけど、もうこんな古いモデル、すごいええ匂いするんですけど、もうね、これ、4年ぐらい履いてて、履きすぎやろっていうぐらい、もうそこもこんな感じ、もうボロボロになってて、でも結局ね、でもそんなに、まだまだ履けるよって感じなんで、普段の練習はね、これまで履くつもりなんですけど、これ、なんていうやつだったか忘れた。まあ、カーボンソールで、なかなかね、これ自体は、すごい気に入ってて、履いてるんですけど、今時にはもうボアじゃなくて、ベルクロと、こうね、このタイプ。ボアがいいやろって話で、もうさすがにね、ちょっとこの、後ろももうこんな感じで、もう剥がれてきて、もう汚いんで、みすぼらしいんで、富士ヒル行くときにね、ちょっとね、でも恥ずかしい思いしないように、ということで、買いました。まあ、そのシリ探してたんですけど、今円安で多分ね、なんか高いんで、まあ、もう1回転、2回転ぐらいして、シマノに戻ってきました。カーボンソール。で、これね、42.5 サイズの E やから幅広タイプで、まあ、カーボンソール。カーボンソールはね、シリもカーボンだったんで、まあ、そんなに、カーボンソール疲れるとかね、ロングライド行ったらしんどいよとかっていう人、合う合わへんあると思うんですけど、自分はでもそんなに気にならないんで、まあ、頭悪いんでね、カーボンでも全然気にせず、どっちか言うと体を慣らしていく方なんで、まあ、こんな感じ。ここだけね、なんか減らないように、なんかちょっと、まあ、ドケチで貧乏なんで、これをね、ちょっと工夫してね、なんか上に貼ったろうかなとかと思ってるんですけど、アップヒールなんかこう、瞬間接着剤でつけたろうかなと思ってるぐらいなんですけど、まあ、それはまた今度、もうちょっとボロボロになってからやります。で、クリート。クリートはね、青使ってます、いつも。黄色、青、赤なんですけど。まあ、カープファンなんでね、赤がいいかなと思って赤使ったこともあったんですけど、外れにくくて、一回ね、立ち動きそうになったことあるんで、もう最近はね、青にしてます。黄色はね、ちょっと、まあ、自分、パワーがあるんで、もうバカバカ踏むんで、たまにね、ブリってなるときあるんだよね。信号、ゼロスタートのときとか。ということなんで、今からとりあえずちょっとクリートつけていきたいと思います。ちなみに、今日はね、六甲山こんな感じ。めっちゃ綺麗。ゴールデンウィークもうあと、今日土曜日やから、明日、明後日で終わりやけど、天気が明日までで、月曜日はちょっと天気悪いみたいなんで、ちょっととりあえず今からつけていきます。はい、取り付け完了しました。まあ、こんなんも1分ぐらいでできる作業なんであれなんですけど、まあ、これをね、また明日乗れるかな、朝もしかしたら6個行けるかもしれないんで、ちょっと仕事のあれを見て6個行って、でまたちょっとね、使ってみた感じね、またねレビューしたいと思うんですけど、シマノなんで、問題ないやろということで、僕はもうシマノはもう、めちゃめちゃ信頼してるんで、でね、シマノのシューズ、まあ、RC7、今も RC7 より上あるんかな？ないんかなんかあるんかな？まあ、でもこれ間違いないやろということで、これ買ってるんで、まあ、使った感じまたね、まあ、指示との違いをまたね、ちょっとね、レビューしたいと思うんですけど、サイズはね、なんかこれね、同じサイズなんですけど、
かかとを合わせてもね、なんかあのシマノの方がでかいんですよ。42.5 やから26.8、サイズなんやけど、こっちの方がなんか大きいみたいなんで、まあその辺のね、あのサイズ感とか、あと使った感じとか、通気性とかね、その辺をね、またちょっとレビューしたいと思うんですけど、足がね、ダンビロ高高なんで、あのトレランばっかりやってたらね、なんか足がね分厚くなってきて、普通のね細身の、靴やとちょっと合わない、ちょっと痛くなったりとかするんで、もうこの E の靴を履いてますということなんで、今日はしょうもないご報告なんですけど、シマノの、シューズを買いましたということです。で、明日はまた使ってみて、またねその感想とかをねまたレビューしたいと思うんで、逆に皆さんね、なんかあの最近円安でシューズとか高くなってるんで、またどんなおすすめのシューズがあるとか、あと長持ちさせる方法とかね、もしねまたあればちょっと教えてほしいなと思います。ということで、しょうもないご報告でした。靴買いました。